こんにちは、赤ちゃんです。スポンジスライムがね、すっごく気持ちよさそうで、作ってみたいなと思ったんですけど、今日はね、こちら、低反発スクイーズをスライムに混ぜたらどうなるのかっていう、検証してみたいなと思います。スポンジにやったらかなり気持ちよさそうだったんですけど、そのスポンジをスクイーズに変えることで、気持ちよさ倍増するんじゃないかなと思って、今回は挑戦してみたいと思います。まずはね、馴染みのことを考えて、スライムは普通に、ちょっとお水多めのスライムにしようかなと思います。洗濯のりとお水を1対1ぐらいで1回作ってみます。なんかね、水分多い方がスポンジに綺麗に吸い込みそうっていうか、そんな気がする。うわー、え、これすごい。伝わってほしい。ほら、伝わるかな。これ蜂蜜みたい。はい、それでは早速やってみたいと思います。まずは、ね、ちょっとかけてみたいと思います。だらー、わあ、これ透明にしてよかったね。わあ、パンに光沢が出ました。なんかちょっと目玉焼きみたい。触ってみます。おおお、分離してる。まだ、お、馴染んでない。まだ、あ、馴染んできた。あ、パンがしっとりしてきた。あれ、なんか色落ちした。こんな色だったっけ。パンだけ取り出してみました。ということで、いかがでしたでしょうか。やっぱりただ単にお水を含ませたよりも、なんだろう、スライムの方がお水よりもドロドロしてるので、低反発加減も普通にお水を混ぜたものよりはいいとは思うんですけど、乾燥しちゃった時がかなり怖いですね。パリッパリになっちゃうかもしれないので、お気に入りのスクイーズでは絶対にね、やらない方がいいと思います。プリントが剥げちゃってメロンパンみたいになっちゃったんですけど、なんかイラストみたいなの書かれてるやつはこうやって剥げちゃうかもしれないので、そこはね、注意する点だと思います。最初ね、弾いちゃったからダメかなと思ったんですけど、うまく馴染んでくれてよかったです。またね、普通にスポンジスライムとかも試してみたいなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。